それではですね、モーのペーパードリップセミナー上級編というのをですね、やってみたいなと思います。ですね、ペーパードリップですね、透過式のペーパードリップに、ちょっと特化して、お話を、していこうかなと思います。なんて言うんでしょう、ずっと言ってるんですけど、YouTuber じゃないので、YouTuber っぽくなっちゃったかもしれないけど、そういうわけではなくてですね、普通に、セミナーを、アーカイブするというだけの話です。無償でですね、もちろん、情報公開をして、自分のためのアーカイブでもあるということですね。はい。それでですね、いきなり上級編なわけです。で、上級編なんですけど、初めての方とかね、もう少し始めて、少し質問があるみたいなところは、結構たくさんあるので、それより、なんて言うんでしょうね、上の部分で、できるだけたくさん情報を出してしまって、理論とかですね、そういったところも、出しちゃった方が、そこから中級とか初級に落とし込んでいくみたいな、理論とかを省いていって、もっと簡単な、やり方だけをご紹介するみたいな方がいいのかなということで、上級の方をやりますと。でですね、中身なんですけど、ですね、コンテンツをこういろいろ考えました。考えましてですね、したらいっぱいあるなっていうことでですね、はい、こんな感じです。Day 1、Day 1、Day 2、Day 3、Day 4、Day 5、Day 6、Day 7、Day 8、8回。1回目から4回目までは座学です。今日はですね、Day 1ということで座学丸1なんですけど、透過式とは、とかね、ドリッパーの中で何起こってんですか、蒸らしって何でしたっけとか、あと鮮度とね、抽出のアプローチって、ちょっとやっぱり関係しますよね、みたいな話からこう入っていくわけですね。で、Day 2ですと、落とし切るとか切らないの問題とか、リンスするしないの問題とか、についてちょっとお話しする。で、3日目ですね。焙煎度合い、引き目、油温、あとお湯をかける回数、それぞれのですね、抽出効率の話を、しようかなと。傾向の話ですね、ちょっとしようかなと。で、4日目はですね、入れる前にこの豆の焙煎度合いはみたいなところの見極め方の話と、あとね、抽出液、出来上がった抽出液の温度の話。このあたりまでがですね、座学です。で、Day 5は浅入りのアプローチの仕方。Day 6は中入りのアプローチの仕方。Day 7は深入りのアプローチの仕方。で、Day 8はですね、おまけなんですけど、鮮度が落ちた古い豆ってあるんですけどね、だんだん、ガスが抜けてって膨らまなくなってくっていうものに対してどういうアプローチを、するのがいいのかなと、いうことですね。これ結構ですね、 Day 1から Day 8まで結構つながってるっちゃつながってるような感じにおそらくなると思うんで、全部ですね、見ると面白いかなとも思います。はい。ですね。という形で、まず、Day 1、座学丸1からですね、スタートしたいと思います。はい。では、Day 1、
座学丸1、まずですね、こう4つのコンテンツありますけど、まず等価式とはそもそも何かということです。等価式ですね、どういうことなのか、分かっていると思うんですけど、ちょっとねこれで書いてみようと思います。ですね、いいかな、はい、ドリッパーがねこうありますと、でペーパーフィルターがありますね。でここに、粉が入りますと、こういう状態ですね。でここに、お湯がこう入りますよね。お湯が入ると、まあここが浸りますよね。浸るとここから、そうですね、粉があるというところにお湯がこうかかると、この粉から水の方に成分がこう染み込んでいきますよね。染み込んでいく。染み込んでいくじゃないですか。ね、染み込んでいくと、この水がだんだん、こういうふうに、成分が染み出て茶色くなっていきますねと。だんだんこうなっていきますよね。これが、お湯を粉に落とした時に、抽出されていくっていう、現象ですよね。でこれがお湯が、粉の上に落ちます。そうすると粉の層というのがですね、こういうふうにずっとあるわけですね。で染みると、ここから染み出してきますね。染み出してきますと。で、これがまた、染み出していったものが落ちていくと、またここで、次のその下のところからですね、また染み出してきますよね。染み出してきますと。でまたお湯が落ちていって逆だ。お湯が落ちていって染み出してきますよねっていう形で、落ちていく。で最終的にコーヒー液が落ちるというのが、まあ、染み出してって下に落ちていくっていう、この重力を使って下にどん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 落ちていくっていう、こういう現象をさせてる。まあ、これが透過させるということで透過式って言ってるわけですね。で、このように透過させるにあたって少し中身を考えていかないとなというところなんです。ですか？こういうふうに初めのお湯が落ちます。落ちるとここの部分、これはまあ染み込んでいくと同時に、染み込んでいくと同時に、また次の、粉の層に、液体が落ちてって次の層をまた抽出していくっていうことをさっき言いましたけど、ここの部分ですね、この部分、この部分はこっ
ちの純粋な混じりっ気のない、何にもない混じりっ気のない水より、こっちの方がちょっとやっぱり混じり気があるわけですよね。コーヒー液で濁ってるものが、まあ、要はコーヒー液が抽出されてる液体が下に落ちてるという状態ですよね。だから、下に行くほど、下に行くほど、これは弱くなって、こっちはもっと抽出効率が弱くなる。混じりっ気がどんどんですね、増えていくわけですから、ね、増えていくわけですから、下に行くほど、抽出がこう弱くなっていくっていうこともちょっと念頭に置かないといけない。まず、まあ、いずれにしても、こう、今ですね、粉が全く動かないという前提で、透過していく。まあ、これが透過式ですよ、ということを、まあ、理論上、覚えておくということですね。これが、まあ、一丁目一番地な感じですね。はい。それとですね、今日ずっとドリッパーを書くんですけど、はい、ドリッパーをね書きます。もう一つ、ペーパーね、雑だな、はい、粉ですね。はい、粉でこうお湯を落とします。まあ実際はこれぐるぐるぐるってやるんで、こういくつかのところにこうお湯が落ちてきますよね。でよくイメージされちゃうのはこれね、こういうふうに落ちていくっていうふうに思われちゃってるっていうのが結構ですね少なくないんですけど、さっき言ったように重力はこうじゃないですか。あとまあ染み込み方としては、染み込んだら乾いた方にこう乾いた方に染みていくけど、まあ重力があるんで、まあ下に行くわけですよね。まあそうするとつまりどういうことかというと、これ全部基本的にはこうなんですよ。染み込む力は。もちろんその、乾いてるところに染み込んでいくんで、こう、周りにも行くんですよ。周りにも行くんですけど、基本的には下に落ちてく。下に落ちてくから、ここからこう出ていく。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 こう出ていく。ということなんですよ。なのでここの、ドリッパーとペーパーの隙間のリブっていうものが、隙間が必要だっていうこと。でさらにこの隙間が、ただの隙間じゃなくて、こう細く、空気がこう引っ張るような形になってると、リブという形になって、これをさらに溶け出したものを引っ張っていくという形になって、これが、要は透過効率を高めていく、引っ張ってたら次が出ていく、引っ張ってたら次が出ていくということで、透過の、効率を高めていくという役割になるんで、リブは大事ですよというお話なんですね。はい、まあこれが透過の、現象でございますね。はい、でこれがドリッパーの中で何が起きてるかっていうことになっていくわけですけど、でここまではいいですよね。あともう一つ、ドリッパーの中で何が起きてるか。はい、またドリッパーとペーパーを書きます。粉が、あ、違う色になっちゃった。粉がありますとね。はい、それで、はい、
次にですね、お湯をかけると、ブクブクブクって、新鮮な豆だと泡が出ますよね。泡が出る。で、こう泡が出る。まあね、ガスが出るっていうのは皆さんご存知だと思うんです。で、このガスどこから来るんでしょうねということなんですよ。で、これって表面しか我々見てないから表面でたくさん出てるっていうふうに思われてる方も多いかなと思うんですね。だけど実際これ何起きてるかっていうと、まあ、まず一回ね、お湯かけます。泡出ます。ね。で、さっき言ったように、まあ、ちょっと同じ色で書いちゃいますけど、抽出されながらも抽出された液が下にどんどん落ちていくって話しましたね。落ちていく。落ちてったら、ここの乾いてる粉もまた泡出すんですよ。ね、当然あったかい液体がやってくんだから泡出しますよね。でまた落ちるじゃないですか。とまた泡出しますよね。下来ます。また泡出しますよね。に下来てまた泡出すということがですね、続いていくわけです。そうすると、この泡たちは、泡ってこれガスで軽いもんだから、上に上に上がっていくんですね。そうこれ上にどん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 上がっていくんですよ。上がっていくから、最後表面で、この中の泡たちが、モコモコモコって最後出るわけです。で、我々はこの部分だけ見てるっていうことなんですよね。なので泡がたくさんこう出てくということの上から見えている、唯一我々が観察できる上から見ているこの現象とを見ながら、下のどこまでお湯がちゃんと刺さって、ガスが出されているかということをですね、中で何が起きてるかっていうことを、ビジュアル的にというか、まあ推察しながらこうお湯を入れていかないといけないんですね。でそれが蒸らし十分かどうかっていうことにつながるわけですよ。ということはですね、これだけガスが下から上に上がってきているということは、これガスが出てるということは中で粉がですね、動いてるということなんですよ。粉を動かさないように、お湯をかけていきますみたいに言うんですけど、泡が出てるということは粉がですね中ですんごい動いてるんですね。泡が上に上がっていくことによってかき混ぜられてるんですよ。なので特に深入りに関してはこれで粉がですね中でむちゃくちゃ動いているということをですね、頭の中でイメージしないといけないんですね。で、これ以上動かしちゃうっていうことをやると雑になってくよ、すでに動いちゃってっからねぐらいに思ってないといけないということなんですよね。なのでこうなった時に最終的にここからこうじゃない方がいいかな、一滴出ました。はい、これで下までお湯がいったという証拠なので、ここから蒸らしですっていうお話がありますけど、どう思います？これがちょろっと出るだけだと、これこの最後のここの部分まで泡がしっかり出てると思います？多分出てない、不十分じゃないかなと思うんですよ。なのでここはなるべく、まあ多めに
お湯が落ちるぐらいまでしないと、ここがしっかり蒸らされないという可能性が高いなというふうに読むわけですね。なので、蒸らしのお湯はまあまあしっかりかけた方がいいと。で、ここの抽出液薄くなっちゃうじゃんっていうお話もあると思うんですけど、別に蒸らしの時に余分に出る抽出液が薄かったりしても別にいいわけですよ。そんなの。だってその次に蒸らしの後に抽出するやつで濃く出せればいいわけじゃないですか。何も一番初めの抽出液が一番濃い、濃くなければいけないという必要はないわけですよ。それよりも、次の本当の抽出をやるときに、準備としてしっかり下まで蒸らされてますか、均一に全部お湯が粉に行き渡っていて、次の本抽出の、ために、全部細胞を開いて準備できてますかというところのが大事だと思うんですよね。なので、多めにかけるっていう方がいいだろうという話です。まあ、これが、まあ、蒸らしのですね、お話。で、蒸らしですね、そもそも何が起きてるかっていうこともちょっと考えないといけない。で、コーヒーのですね、この粉は、まあ、ご存知の通り、ハニカム構造というようなことを言ってますけど、まあ、ハニカム書くのめんどくさいから、まあ、こう、ちょっと、そうだな、はじめは乾いてる粉の時は粉になってるとしますよね。ね。で、お湯をかけるとこれがまあ開きますと。膨らみますねと。膨らむのはまあガスが入ってるから、まあガスが外に出ようとしてっていうこともあってですね、膨らむと。で、ここに、ガスがいるんだけど、お湯かけるとガスが出ていきますっていうことじゃないですか。で、こういうやつがガス出てった子たちがまあこうやってたくさんいるわけですね。こうやっているわけですね。で、これを、に対して次蒸らしをし終わった時にお湯をかけていくと、こういうふうに外側をこすれていったり、ガスが抜けていった中に入っていったりしながら、透過していって、ここから抽出がどんどん始まると。染み込んでいくっていうことがある。で、透過式というのは常に新しいお水を注いでいくことになるんで、浸式式みたいに、だんだん染み込んでいって、だん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 飽和に向かっていくみたいなんじゃなくて、常に新しい真水が、上から降ってくるという形なので、降ってくれば、また染み込んでいくということを繰り返して、外に出ていくというのが、まあ、透過式なんですね。で、まあ、その透過式の原理を、使うときに、蒸らしっていうことをしておくと、開いて真水が通ったときに、中や外にこう染み込んでいって、抽出が、しやすくなりますと、抽出液が、出やすくなりますと、いうことになるんですね。まあ、だから、蒸らしっていうことをやると、抽出効率としていいですよということなんですね。なので蒸らしは大事と。で、この蒸らしを、しっかりやっとくか、いい加減にやっとくかによって、ここの抽出の部分がですね、全然変わってくるということなんですよ。なので、まあ、蒸らしでしっかり、コーヒーの粉を開いておくと、膨らましておくということが大事だということですね。で、あとですね、じゃあ蒸らしをしたときに、どういうふうにいつも現象を見てますかね。ペーパーがこうあります。ね。はい。で、お湯をかけると、まあ、この粉がですね、まあ、
ガスとともにこうガスがこう、まあ、出てきますと、さっき言いましたけどガスで出てくると、皆さん見てるのはこれこう膨れるじゃないですかね、膨れますよね。これ膨れるというのは別にこの上の層だけが膨れてるわけじゃないですよね。どういうことかというと、これ中のやつも全部こう膨れてるわけですよ。膨れるからここが膨れるわけですね。そうすると、膨れないでいるとこういう状態で、この子自体も膨れていないし、ここにあるガスも抜けきれてないから膨れてないわけで、まあガスがないやつは膨れないですよね。このガスもまあもうそもそもないから、ちっこいまんまここにとどまってるわけですね。ちっこいまんま。だそうすると、膨らまないわけだから、抽出としてはですね、ちっこいやつがこう隙間なく、いるところをこう水が通っていくというわけで、こっちの方はですね、より味が出にくいだろうなということはまあ想像できるわけですよね。かつ、香りも飛んでるし、まあ焙煎の仕方によっては甘みが出てくるようなエイジングの仕方とかあるけど、まあエイジングはちょっと置いておいて、基本的には、ドリッパーの中で何が起きているかということを考えた時には、これはちょっと抽出効率悪そうですねということで、蒸らしをして、まあエイジングのことはあるにせよ、まあある程度膨らんだ方が、抽出効率的には良さそうだなと、特に深入りの場合ですねは、良さそうですねということで、まあそういう意味では抽出をしやすいという、抽出をして、美味しい液体、味の出ている液体を得るということに関しては、まあそこそこ新鮮なものを使った方がいいんではないかなというふうに思います。はい、この辺がですね、まあ鮮度というところにですねつながっていくわけです。はい、どうでしょうね。ここでですね、まあ全部話がつながってるんで、透過式ってそもそも何かっていうこと、ドリッパーの中で何起こってるかっていう話と、蒸らしっていうのはそもそもどういうことなんでしょう、なんで蒸らしって大事って言うんでしょうっていうことで、まあ、あとその、蒸らされることの粉に対してですね、鮮度と抽出のアプローチといったところをですね少し考えるということをしてみました。鮮度と抽出のアプローチ、この抽出のアプローチについては最終的にはデイ8のですね、実践で、鮮度が落ちた古い豆に対して、どういうふうに、アプローチしていくのかっていうことをちょっとお話しするので、細かいことはちょっと今日はお話ししませんけども、そういうことになってますと。はい、いうことですね。はい、なんかですねご質問あればですね、で、コメント欄は閉じてるんで、ツイッターでもの DM でもください。はい、こんなとこかな。はい、じゃあ次回はですね、落としきる落としきらない、粉の油温、リンスするしない、でまあリンスするときこういうこと注意した方がいいですよと思いますっていうようなことを、お話ししてみようと思います。週1ぐらいでですねのペースでいけたらいいかなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。